はい、もうすっかりね師走に入っているんですけど、どうもですねあったかいです。今日が12月5日なんでね、週末にかけて一気に冷え込むとあったんですけど、今ね福岡25度、6度まで行ってないですけど、もう半袖でもいいぐらい。天気がちょっと不安定なんですけどね、なんか観測史上、最も高い気温ということで、各地ね野菜の育ちが良すぎて値段も下がっている状況なんですが、今日はですね、スティックブロッコリーの収穫になります。年内取りの分で植えてた分ですね、前回動画を、また概要欄貼っておりますのでね、確認してください。ということで、以前ね虫にやられたという方もいらっしゃったんで、うちの状況なんかもちょっとお見せしたかったんでね、こうやって周りに戻るとね雑草残してます。あとね、近くにこうやって積み上げてる、草のね、堆肥、にする分があるので、そこがねまあ雲とかトカゲの今住処になってるんですね。で結構ですねもうね、何も農薬も振ってないし、今回はね、あえてね虫を取りませんでした。実験的に、結果食べられてはいるんですけど、全くね、収穫物対象の方には被害もなくですね、まあ、かじりの跡はあれども、まあ葉の状態も良くてですね、大丈夫と。で今回ねちょっとね、あと 2,3 日早ければよかったんですけど、あったかすぎて花も開いちゃってるんでね、本当は必要分だけ取りたかったんですけど、今年は予想以上の暑さで、なかなか成長が早いです。ただ年内取りの分はね、うまいこと言っておりますので、今このような状態ということでね、お知らせいたします。結構育ちがいいですね。ここ2日間ぐらいがねまた暖かかったんでね、一気にちょっと花が開いてきちゃって、ちょっとね調子がね、良すぎるんですけども、まあ一般家庭で、1人で3株もあれば十分なんで、5人家族でですね、うちは 1,2,3,4,5,6 株ですね。まあこれで、結構維持して、収穫後もですね、ここサイドとかを残しておくんですよ。そうするとねまたね同じぐらい、収量取れますんで、これも来年1月にかけても少しずつね、まだ収穫も続くといった内容になってます。あとはですね、今時期でももうね、ブロッコリーとかスティックブロッコリーの株が売ってますんで、そちらもね、別に埋め直すといい感じですかね。特にスティックブロッコリーなんで、まあ、ここら辺の見た目ぐらいになったらうちはね収穫します。要はねダマになってなくてこうね広がってる状態、でまあ根元からはあまり取るとねまたあれなんで、適量ね、だいたい20センチ前後ぐらいで取ってやって、茎の部分を食べるという子で楽しんでるんですが、あとで、ここをちょっと見るとね、収穫自体は、まだ先でいいだろうというサイズがこれぐらいですね。これがねまだ伸びきってないんですよ。で、まあ、ここら辺の部分は取れますけど、これちょっとね取るには早い、ちょっとダマがね強すぎるという感じなんですね。ということでね、今からねちょっと収穫だけしていきたいと思いますけど、多分今日だけでボール1杯ぐらい取れるかな。結構子供たちも好きなんで、まあ普通のブロッコリー育てるよりはスティックブロッコリーの方がですね、まあ長期収量が、見込めますし、まあ何ていうかな、1回取っても他にね、分け目とかどんどん出てきますんでね、そういう楽しみ方もできますんでおすすめいたします。あんま早く取らんと母ちゃんもぶつかろう。ちょっとね暑さが予想以上に暑かったんで、あんまり甘みが凝縮してないのがね残念ね。まあまあなかなか、だいたい1株でこれぐらい結構あるでしょ、ね、ここはまた明日お袋が取ってもらったらいいし、ここはまだ取らんでいいよね。取れる株がここはまた明日取ろう。3株はいけるね。3株いけるけど、あんま取りすぎたらあれやろ、ここまで使わんやろ。お弁当、弁当に入れるだけや。
まあ目安はこの開いてる分やね、花の。これはもう早くったね。OK。はい。こんな感じね。はい、今ね、ざっくり2株ね、取っただけでこんだけ取れてます。多分食べられないと思いますね。まあ、スティックブロッコリーのいいところなんですけど、まあ、小分けにね、取っていけるっていうのが一番の利点ですね。一応こうやってね、見ていただくと分かる通り、ここがね、また大きくなるんですよ。で、まあ、こうメインのところを取ってしまっても、ここら辺の育てる部分とかがまた伸びてくるんでね、こういうね、ちょっと脇芽を見極めながら、カットしていくというのがね、なかなか重要かと思います。あとまあ考え方として、冷蔵庫に入れてしまうのもいいんですけど、鮮度はねどうしても落ちてしまうんで、まあ食べる分を必要最低限取るのと、あとねこのね花芽がね、ちょっと出だしたら味がどんどん落ちてくるんで、まあそういうものを優先的に取ってあげて、まあ全部は取らずに、食べる種子ですね、少しずつ取っていくっていうのが、ベターかもしれません。とりあえず2株分であんだけ取れたので、本当はここも取ってしまおうかと思ったんですけど、これはね、うちはちょっとね弁当に毎日入れるんで結構な量食べるんですよ。ですからね2日後ぐらいにずらしで、取っていこうかと思います。まあ、花芽がねついたものはねどんどん取っていこうと思うんですけども、はい、ということでね、意外とこうやって虫食いはあるんですけど、育ってるっていう状況ねお見せしたくてね今撮影してたんですけど、周り見てもらうとですね、結構ね刈り込んではいるんですよ。ね、刈り込んではいるけど、本当に根っこから除草というのはあまりしてないですね。まあ、種類によっては残したりもしますし、そうすることでね、まあ、天敵ができる分、まあ、毛虫の類とかもね、よく食べてくれるので、被害はあってもそこまでね、壊滅ということはね、うちではほとんどありません。はい、ということでいかがでしょうか。皆さんのところもね、草を取りすぎてね、なかなか、益虫とかですね、天敵の力をうまいことね、利用できてない場合もあると思いますので、もしねそういう部分で、悩まれている方、もちなみに農薬一切使ってませんか、機肥剤さえ使ってませんかね今年ね、ということでね、一度ね、試されてみてください。ちなみに、あったかすぎてこうやって、今日はテントウムシまで出てきてますね。ちょっと季節外れなんでね、これからねちょっとね野菜の値段が、だいぶ落ちてしまうんじゃないでしょうか。なかなか寒い時に寒くないとね美味しくないんでね、ちょっとねあんまりいいことではないんですが、あとですね、まあちょっとおまけでこうやって、いよいよですね、うちの、アスパラですか、こちらもね、だいぶ黄色くなってきたんでね、冬仕込みじゃねえや、何て言うんだろうな、次回はねアスパラの、まあ手入れ剪定なんかもね、動画にしたいと思いますので、ちなみにもう4年目かな、結構ね毎年楽しませてくれております。ということで以上、しゅうチャンネルからでした。どうもどうもどうも。